けです。今日はですね、トロトロのスクランブルエッグの卵サンドを作りたいと思います。はい、では作っていきます。まずボウルに卵を2つ割り入れます。で、溶きほぐします。牛乳を加えます。で、混ぜます。はい、で、よく混ざったら湯煎にかけていきます。ゆっくりと火を入れていきます。固まってきた部分から混ぜていきます。気長にゆっくりとね、時間をかけて加熱させます。こんな感じでだん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 ゆっくり固まっていきます。ちょっとね、湯気が熱いのでやけどしないようにね、注意してください。はい、だんだんね、本当に全体的に固まってきました。カスタードクリームぐらいにトロトロになっております。ちょうどいいぐらいになったら火を止めて、今回はこちらでね、白トリュフオイルをかけたいと思います。3プッシュぐらいしましょうかね。で、そしたら混ぜます。あ、すっごいトリュフの香りがすごい。はい、で、そしたら鍋から取ります。はい、厚切り食パンを用意して、この中に詰めます。スプーンとか使ってね。はい、こんな感じでたっぷり詰めます。で、最後にちょっと黒胡椒をかけます。はい、これで完成です。はい、こんな感じに仕上がってます。はい、ということで完成いたしました。こちらでございます。こんな感じに仕上がっております。すっごいトロトロで、しかも白トリュフオイル、これね、これどこで買ったの、これ多分プラザとかで買ったかな、多分。もうね、香りがすごい。ではいただきます。口の中に含んだ瞬間にトリュフの香りと卵の甘みがすっごい口の中に広がります。やっぱり湯煎で時間をかけてスクランブルエッグを作るとすっごい美味しい。舌触りがね、すっごい滑らかで、湯煎じゃなきゃできないトロトロさですね。アルミのボウルでやると早く固まるんですけど、今回ガラスのボウルを使って本当にゆっくりゆっくり、多分トータル15分ぐらいかけてスクランブルエッグを作りました。あとこれね、スプレー状になってるのでね、とても使いやすいです。皆さん時間があるときはぜひ作ってみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。えいぐー。